なるみ兄ちゃん、自分を探して僕が最初に訪れたのは、幼い頃から母さんと一緒に暮らしたアパートだったんだけど、母さんは愛人だったから、お葬式は僕一人だった。そして弁護士さんにあるところに連れて行かれたんだ。そこで初めて父さんに会った。でも、なるみ兄ちゃん、どうしても思い出せないんだよ。よく来たな、マサル。思い出せないんだ、父さんの顔が。体は健康か？苦手な運動は？好きな食べ物は？それから、僕は父さんと一緒に暮らすようになったんだけど、愛人の子は厄介者扱いだった。そんな泣いてばかりの僕の前に、こらこら、男の子が泣いてちゃいかんな。誰？サイガー庄司、お前のおじいちゃんさ、新米のな。サイガーに生まれた男はどういうわけかこれに興味を持つのさ。マサル、おじいちゃんの言うことをよくお聞き。もしお前が大人になる前にお父さんがいなくなって何か変なことがあったら、あのカバンを持って逃げなさい。白金がきっとお前を守ってくれるだろう。おじいちゃんが死ぬ前に言った通りだった。お父さんが事故で死んだ後、サイガの全財産を僕が継ぐと分かった時から、車道に突き飛ばされて、上から物が落ちてきたり、僕が白金と鳴海兄ちゃんと出会ったのはそれからすぐだった。そして全てが始まったんだ。ポッチー、もう
だ、始まりの場所。お父さんのものだったからくり屋敷、ここで僕は鳴海兄ちゃんにいろいろ教わって今の僕になったんだけど、何もない。なるみ兄ちゃん。バーズ、何をしている？あ、おう、あ、悪い悪い、脅かしたな。私はここの管理人だ。つっても火事でみんな燃えちまったけどな。なんだ。でもお屋敷がないのに管理してるの？まあ最後の前の旦那さんからお給金は先にもらってるからな。でお前は？僕はその養子なんです。お、なんだって？名前は？坊やの名前は？マサル、サイガマサルです。ちょっと来なさい。まさか本当に来るとは。あの、何でしょうか？今から30年も前になるかな、亡くなった坊やのお父さんがな、変なことを頼みなさったのよ。いつかここにマサルという子供が来るから、これを渡してやってくれってな。え、30年前。ちょっと待って、僕は今日は自分の考えでたまたまここに来たんだよ。それを父さんはどうして？そうそう、これもあったんだ。今は勝るよ。この鍵を受け取っているということは、記憶の伝達に何らかの間違いがあったということだ。今一度部屋に行け。部屋の気温は、どういうことさ、記憶の伝達って、間違いって。記憶の伝達が完全ではなかった時のため、私はこの部屋を残しておくことにする。父さんの声だ。ここにお前がいるということは、お前は自分のことが知りたいのだろう。なぜ自分は今の状態なのか、養子である自分になぜ父は莫大な財産を譲ったのか。そうだよ。脳細胞の外側第一層から開始した脳の操作及びダウンローディングのどの段階でミスが生じたかは分からぬが、再生が不完全になりうる可能性はあった。え、何言ってるの父さん。ゆえに私はお前の記憶を喚起させるためこの音声を残す。わけ分からないよ。お前は才が勝るではない。え？え？確かに以前はそうであったが、今は他の記憶、性格、知識をその脳に秘めた別人なのだ。ちょっと、え？父さん。脳の全ての情報は電気インパルスに置き換え、
別の脳にダウンロードできる。だからサイがマサル、いや私は私に呼びかけるのだ。マサルに全てが譲られたのではない。サイが定義が私自身に譲ったのだ。はい、確かにマサルと名乗りました。多分屋敷の方に行ったんじゃないかと。サイが定義はサイがマサルになったのだ。全ては一つの目的のために計画されたことだ。全部僕の父さん。でも僕は僕だよ。父さんの記憶なんて覚えがないよ。私の記憶が完全に再生しない時のための刺激として以下にダウンロードの手順を示す。片方の椅子の頭部にあるものは私の脳の情報を読み取る操作線だ。もう一方は日常のデータに基づいたプログラムが入っている。この両方をマサルの脳に埋め込んだ生体チップへとダウンロードする。これで私であるお前の完成だ。お前は私なのだ。嘘だ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 。そうだ、万一のために検出物を置いておく。雑賀家が研究してきたマリオネットよりずっと便利になっている。じゃあ父さんは、母さんが死んで僕を引き取ってくれたのも、遺産を僕に残したのも、初めて会った時いろいろ気遣ってくれたのも、みんな僕の体に入るために。今は勝るよ。お前は体も丈夫に育ったようだ。頭もいい。父さんはお前を誇りに思うよ。さあ思い出せ、お前が雑賀定義であること。思い出せ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 。よくもそこまで成り変わったものだな、雑賀定義。ちょっと待って。お前があれを生き延び、万が一雑賀勝の体を得た時にはここに来るかもしれぬ。庄司様がおっしゃっていた通りだ。庄司様っておじいちゃんのこと、誰らのおじさんたち。子供らしい演技もうまいものだな。だがお前がその子供の脳に自分の精神をダウンロードしたことは分かっている。今日ここがお前の墓場だ。じゃあおじさんたちは。そうだ、黒賀の里の人形使い大恩ある庄司様の名のもとに貴様を殺す。違うよ、僕は。聞く耳持たんわ。万一のために検出物を置いておく。雑賀家が研究してきたマリオネットよりずっと便利になっている。開かないの、どうして。開いてよ。何やってんだよ、サダイス様。鍵穴の横に両手用の穴が開いたよ。そこに手を入れるんでしょ。誰。もう逃げ場はないぞ。だから早くその穴に指を入れろって。覚悟せい、一気に叩き潰してくれるわ。したのか。攻撃しなきゃ。
メスを子供が使うなら思いっきり力を入れなきゃ。でー小月が一撃で、これが定義が自分で作り自分に残した人形か。くそ、よし、なんとかなったな定義様。さっきからの声誰なの。自分はあんたに作られたグリュポン。定義様がマサルに記憶をダウンロードした後、何かのミスで思い出せない時、何かとお世話をする係さ。グリュポン、大丈夫ですか。すまぬ、人形を使わせてしまった。だがこれであの子供が定義であることが証明されたですね。普通の子供が操り人形を使えるはずがない。ゴイエレメスじゃ力が足らないか。次のが来るぞ、別の人形を出さなきゃ。キャプテンメモは力がいらないでしょ。でもフラフラしてやりづらいよ。なら右中指で円を描き、左の手のひらの上に引き込んで、うん、バカな、仕方ない、一時引くんだ。どうやら定義様、自分の見るところあんたの記憶はこの子供の中で全然戻ってないよ。そうだ、あの人たちを追わなきゃ。聞きたいことがたくさんあるんだ。父さんは何者だったのか、なぜ父さんが狙われるのか。追っかけるなら手はあるぜ。まだ残ってるだろう、人形が。何この人形。指抜きの穴は頭の後ろさ。本当なのか、お目覚めになったとは。ああ、実に9ヶ月ぶりだ。ご容体は。安定していらっしゃる、安心せい。心配かけたな黒鹿の衆。おう、とんでもありません。我らはあなたに大恩のある身、いかなる時もあなた様のために働きまする。定義は社会的に私の息子だったあの男は死んだのだろうか。実は今日軽井沢の別荘に少年が現れたとの報告を受けました。サイガ・マサルと名乗ったそうです。確かかね。現在人形使いの手だれを送っておりますが、普通の少年であれば元よりあの屋敷を訪れる理由がありません。ということは。なんということだ、あやつはあの戦いを生き残られたのか。そしてついにマサルの脳に自分の心をダウンロードしてしまったのか。マサル、不憫な。おじいちゃんは何もしてやれなかったな。おさ、すまぬが頼みがある。あの男にどうしても尋ねたいことがあるのだ。これでは村まで奴を案内してしまいます。道を変えます。いや、これでいい。今長から連絡があった。庄司様がお目覚めになり、定義を連れてくるようにとお望みだ。操縦だな、定義様。ちょっと話しかけないでよ、こっちは必死なんだから。それに僕は定義様じゃない、マサルだよ、マサル。自分も
そんな気がしてきたけどよ、頭ん中で定吉様が目覚めてないだけかも。ほらな、ヤッコダコは足の長さがコツなんだぞ。うん、マサル、お前が西賀家の本当の子じゃないからと言って気にするな。あのタコみたいに飛び上がれ。うん、ほらまた遠慮する。いいか、言いたいことは何でも言わないとダメだぞ。うん、それまさかね。お元気そうだったのに。何でも趣味の山歩きでそうなんだとか。ほら、あの子じゃない、愛人に産ませた。いいよな、定吉さんが社長になればあの子とも社長の息子だもんな。おじいちゃん、おじいちゃん。おじいちゃん生きてたんだね。止まれ、定吉。